だから真夏やと暑いなっていう。なるほど。あ、これな、意外といいね。俺バイクの時これ使ってるね。動画ではない、客観的には言うけども、うん、まあ、自分が使うかって言ったら、はい、本日ですね、最近買った購入品の本音をね、いろいろ話していきたいなと思います、ということで、弟に来てもらいました。でね、最近いろいろ購入させてもらったんですけど、まあ、それここにずらっと並べてます。で、レビュー動画はレビュー動画作ったんやけども、まあ、それとは別に、まあ、レビューでは話しきれてないけど、これ今思ったサイズちっちゃかったわとかっていうのをね、うん、一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、こんだけあるからもうババっていきたいなと思うんですけども、まず一つ目っていうのがこれ、これブリーフィングって知ってる？リュック。リュック、うん、ブリーフィング聞いたことあるようなないような。バックメーカーってこと？そうそうそう、なんかゴルフのあれとかも作ったりはしてるんやけど、まあ、基本的にはバックやね。はいはいはい。有名なアメリカの、ブランドなんですけど、これがですね、今回の買い物の中で一番多分高いと思います。一回持ってみて。これ8万5000円ぐらいだったな。高いな、うん。で、別にそうやからって特になんかレーザーが使われてるわけでも何でもないんやけど、まあコーデュラやから、まあ普通にあるっちゃあるんやけど。ああ、コーデュラ生地なんや、うん、一応。1050デニールやったかな。結構分厚めな感じだけど。なるほど。容量はな、こんだけあるように見えねえけど、12リッターしか入らへん。ああ、ちっちゃいよね。そう。だけどな、俺これ紹介してから、大阪の地下鉄が乗ってたりしたら、これ持ってる人おったわ。サラリーマン。サラリーマンでしょ。ただやっぱな、満杯やった。12リッターしか入らんから結構入れてるなっていう感じだったけど、確かにこういろいろ持てるっていうメリットはあるんですよね。そうそうそう、こうはいけるし、うん、みたいな感じなんやけど、まあ、俺は使わんかもしれんけども、まあ、使ってる人もいてはった。確かにサラリーマンやなって感じ、うん。で、次がなバラクータ、はい、これちょっとちっちゃくなかった？ちっちゃい、やっぱりそうやんな、うん、俺もうなちっちゃいなと思って買ってんけど、うん、もう多分なかったんサイズが。はいはいはい。だからこれは、あ、俺は多分ちっちゃいから着られへんなっていう感じだけど、逆にその弟ね、ブラゾーが着ると多分ちょうどいいんちゃうかなと思う。これな、表地コットンやったかな、ちょっと忘れたけど、確かコットンポリやったはずやねんな。やっぱコットンが42入ってばコットンポリやねん。だから1回でも洗うと俺も多分着られへんと思う。ああ、縮むから。ああ、やっぱそう。だからもうこれはね、ギリで、しかもこれバイクとか乗ろうと思ったらもう背中出てるから、まあ、こんな感じですね。ああ、いや、もう頂点やん。まあ、俺腕短いからあれやけど、まあ、けど腕はこうやったんですね。うん。だから身長何倍やったっけ？173ですね。173、うん、やったらちょうどそれ42かな。42やった。42か、うん。俺は44とかなんちゃうから。あ、なるほど、うん。それで ML とかなんちゃう、多分。だから ML は俺ちょっとちっちゃいな気するわ。確かに L か XL 行くか。そう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 、うん。ルイスレザーもな、確か俺44とか46とかそんなんやねん。42とかはまあ着ひんから。はいはい。俺はちょっとちっちゃい。もちろんね、体型にもよるからね、うん、着れる人もいてるんやろうけど。でも形はな、すごい綺麗やなと思ったから、うん、そうやね。これベースでさ、俺ら北海道旅行行く時の防水ジャケット作るやん、うん。で、まあ一応ベースはこのシルエットやね。ちょっと襟の形とかはちょっと違うんやけど、うん、このスタイリッシュな感じいいなと思ったからやってみました、うん。で、次は、これダイバのショーツ、うん。ちょっと大きめやったよね、ダイバのショーツ。ちょっと大きい。で、まあ、防水やったから、うん、この間洗車でも履いとったけど、インスタグラムの洗車。そうやね。まあ、そういう時にはいいかなっていう感じだったり、あと、まあ、梅雨時期とかもいいんちゃう。特に自転車乗る人ってな、サドルビチョビチョの時終わりやねん。もう、うわ、ケツ終わったってなんだけど、こういう時は、このゴアが効いてくる。確かに、サドルはそうやね。うん、いくら上は全然大丈夫でも、下がもうサドルビチョビチョでケツ濡れた瞬間終わんねんか。うん、なんかそういう時チャリンコ乗ってる人がいいかもしれない。なるほどね。まあ釣りやから、釣りメーカーやから防水とかなんかな。そうそうそう。まあ防水っていう防水じゃないけど、完全防水じゃないけど、まあ、一応防水チックな感じ。なるほど。で、次がバギーズコットン行きたいなと思うんで、はい、これをすり出しますわ。そっち台は入ってもらって、俺がバギーズコットン履くの。はい、とまあこんな感じですね。まあ、バギーズコットンは僕これ履いてて、どう？結構でかいよ。でかいよな。XS もあったと思うんやけど、意外と台はって身長ある程度ないと多分ないと思う、サイズが。うん、ダウンも言ってたもんな。うん、ダウンも M サイズ着てる言ってたもんね。普通やったら L サイズでもね、ダウンとかやったら。台は、うん、は全体的にちょっと。でかいのシルエット、うん、でもそれが特にまあ不満点はあんまないんやけど、うん、まあ、防水で使えるときいつかなっていうとちょっとむずいかなって感じで。これ一応バギーズコットン、今年から出たバージョンやけど、後で履いてみたら分かるけど、うん、見てる感じはな、爽やかな感じするかもしれんけど、うん、ちょっと肉厚やねん。だから真夏やと暑いなっていう。なるほど。今の6月7月やったらいけるけど、8は無理。この35度超えてこれ履くのは俺は要無理や。今日コットンの方がちょっと値段高かったんじゃなかったか。値段高い。理由はこれがオーガニックコットンやからね。それだけ理由は素材の部分か。そう、機能が上がったわけじゃなくて、うん、素材に手間賃がかかってるっていう。そういうことね。一回ちょっと入りましょう、うん、確かに、うん、ちょっと分厚いよね。分厚いやろ。ちょっとだから夏とかで汗かいたりしたら、車乗ってる時にこの太ももの裏びちょびちょになるやん。その時多分汗残んで、これちょっとしんどいな、うん、夏は真夏はね、うん、
色合いはねこう白でちょっと爽やかやと思うねんけど、うん、そう軽々しく見えんねんけど、うん、いざ履くとちょっと暑いな。確かに見てる方と履く方でちょっとちゃうかもね。9月とかでいいんじゃん。ちょっともう夏終わって、うん、でもまだショーツ履きたいんやったらいいと思うけど、うん、まあ夏はやっぱこうバーギーバーサタイルこれミッドやねんけど、うん、動画でもちらっと言ったけどやっぱちょっとシルエット崩れるな。お前足のシルエット崩れてない？足隠したい人には全然いいと思う。ポップアップでもあったけど綺麗な足を見せる人やったらもうちょい短くていいと思う。確かに確かに。俺は多分あんま履かんなこの長さは、うん、あんま似合うかって言ったらそうだもん、うん、似合ってないもんな、うん、ちょっと一回これも履いてみ、はい、あの多分それ履いてから履くとめっちゃ軽いから、まあ、それがちょっと重たい。なるほど。これミッドこれミッド泣かないめっちゃ泣かない自分で言うのもあれけどちょっと俺は足長いからまだええけど、はいはい、ちょっと普通ぐらいの時履くと、うん、なんていうの、ね、小学校の時に履いてる中途半端な竹のやつあるやん、うんうんうん、あここまで行くで多分。じゃこれ膝隠れてるやん。これまずな何を M? L L L はでかいよ、うん、ほんまにウエストまでガンって上げればなんとかいけるけど、まあ安心はすると思うんだけどやっぱりかっこよくはないねんな俺らの体型からすると。確かにそうやね。で話変わるけどこれはなあのリュックで俺よく使ってるこのキーホルダーあるやん、このブランドが出しているショーツやね、はい、これねあの僕よく鍵かけて鍵をつけたままこうやって鍵開けてパッてやるっていうのをやってんだけど、そのブランドが出したショーツ。そのブランドはファッション系のブランド。ギアやなどっちかって。あギアアウトドアとかそっちで俺は一回エアポッツのケースも買って入らへんかったやつあるやん。あれ、ありましたね。そうですそうです。あれと同じブランド。なるほど。でこれも買ってんけどちょっと丈長いのよ。まあこれほどではない気はするけどな。いや俺も履かんなと思って、まあ、買ったはええんやけどもう俺は履かへんと思う。柄的には似合わんことないけど、うん、柄はな似合うんやけどもうな丈が合ってないのよな。もうちょっと上がってほしい。うん、ちょっと長いかなっていう感じかな。という感じで、まあ先よりちょっとまあマシか。そうですね。だからミッドがもうほんまロングみたいな感じだな。長いね。バーサタイルロングみたいな感じじゃない、うん、ミッドっていうともうちょっと中途半端かなと思ったけど。あのミッドと比べてる時あったよ、動画内で。ショートと比べてる時。ミッドとショートと、うんうん、あれはそこまで変わらんかなっていう気がしててんけど。はい、全然違うやろ。うん、確かに長いね。いや、そうだね。まあ好きな人は好きかもしれないけどな、ね、俺ちょっと苦手な感じ。次はカーゴパンツノースフェイスの、はい、あこれな意外といいね。俺バイクの時これ使ってんの、ね、あなるほど。これはなんかちょっとごっつい系っていうかシルエット的なストレートでストーンと落ちんねん。あだからワイドでもないしテーパードでもないからバイクとかに似合いやすい。こういうのでちょっとなんていうね、上羽織ってね、コーチジャケットとか着たりしたら、まあ、それそれで合うやん。あ確かにそれね、カツカツじゃないですね。そうでその時にこのバンズのスニーカー履くねん、干、うん、したら、まあ、なんかこんな感じで合うやん、うん、でこういうスタイルでたまにバイク乗ってるけど、まあポケットとかあるからキャンプとかにもいいんやろなと思うやろ、うん、でもないのこれな。ポケットな結構邪魔やねん。あそうなんや。だからなこのパンツ履くときポケット物入れたらあかんねん。こうやってなあるやん、スマホとかあるやん、はい、入れるやん。めっちゃ奥当たんねん太ももに。で歩きづらいねんめっちゃ。でここ突っ張ってくのバンと、うんうんうん、だからバイクとか乗るときにポケットめっちゃあるからええやんと思ってんやんか。もう入れたら歩きづらいから結局ボディバッグ持ってくやん。カーゴパンツってボヨンってなってるやん、うん、ゆとりないもんな。そうなんかこっちないのよね、この辺があればいいんやけど。おーおーおー、ないからポケットはこう飾りやねん。実はバイクとか乗るとき俺一応その横にサイドバッグみたいなのあるからそこに全部荷物ぶち込んでるけど、うん、ポケットには入れられん。まあ内緒やったらボディバッグ持った方がいいですよ、うん、もしくは上着に入れた方がいいですよ。そうこれは一回履いてみて、それ分かるから、あほんまやってなるから。その今履いた状態でさ、ポケットとかにちょっと物入れてみて、はい、で歩いたら、まあ、引っかかんのよ。確かに確かに。でそれはエアポッツしか入ってないやん、うん、エアポッツと鍵とスマホ入れたらもうめっちゃ痛いのよ。そうね。あとタバコ入れるとかな、なんか入れ出したら、うん、タバコ吸ってますもんね、だからもうバイク用でもう物入れへん時にそれ履くっていう感じ。はいはいはい、なるほど。で次ニート、これもなスーッと昔からさここ数年人気やったからどんな感じなのかなと思って、うん、確かに履くと綺麗やなと思った、うん、でもともとちゃんとカットするように作られてるから結構長いのよ。こんだけ切った俺。あ結構昔からジーパンあんま切らんでいいみたいな言ってたよ、うん、もうこれは切った、もう切るように作られてるって言ってたもん。でも浅いからふわふわっとしてるけど、これでコットンやったらもうちょっと張りあるからかっこいいかもしれんけど、この線があっていいよね、こうプリーツプリーツ、ね、カジュアル感が出すぎないという、うん、まあ、スラックスやしね、うん、まあ、大人な感じやなっていう印象です ね、 そうね。ちょっとまあいつ履いていいかは分からへんけど、まあ、どんなもんか知りたかったから、うんうん、だいぶ大きいけどね、うんうんうん、カッチリしたい時とか、まあ、ポロシャツとかいいんちゃう。 T シャツとかよりもなポロシャツとかの方が合うんちゃうかなと、まあ、シャツとかポロシャツね。そうで次は山本さんですよ、幼児山本、うんうん、7万のパンツね、7万なんぼした。高いね。やけどこれはこれでシルエットとかもな計算されてるなと思う、うん、やけど動画でも言ってんけどな、マジで学生服やね、学生ズボンと一緒やから機能感とか。履いてみ、あほんまや、学ラン思い出すってなるから。
ぜひ一回履いてみようか。はい、もう一人入るぐらいいけるやろ。マジでもう一人入る。次横向いてみてよ。ガボガボ、ほんまにマジで片足に両方入るわ。でそういうもんらしい。でワンサイズしかないんで、だから俺サイズ選んでないんで、それワンサイズですよって言われてそれ買ってん。でギューって締めんねん、締もんねんって。その幼児スタイル俺知らんからさ。あ、そうなんやと思って。どう？けど思い出すやろ。学ラン思い出すやろ。学ランね。なんかこの中の当たり方とかもそう。確かウールかなんかやったから、ほんま学ランと一緒なんや。そうなんや。で使ってったら多分テカテカしてくると思う。ああ、こう節制になってくるね、学ラン。こことかピアってなるやん。あんな感じ。例えばシルエットはな学ランじゃないけど、うん、素材感とかはもう学ランやなっていう感じ、うん、これこそあれちゃう、素材量じゃなくてデザイン量なんちゃう。ああそうやろうな。だって素材で言ったら学ランってそんな7万もせんかったんちゃう、うんうん、パンツだけで高かったけど、まあそんな2万ぐらいぐらいちゃうかな。デザインとか店舗量とかやん。すごいね。カタログもすごいしっかりしてるカタログやったね。あ、そうなんや。で、まあ、次僕はあの夏の、パタゴニアのシャツね、羽織ってみましたけど、まあこれはブルベでもイエベでもどっちも合うやん。そうやね。だからどちらかといったらその顔タイプ的な部分かな。そうそう、大人っぽい顔さえしてればどれ誰でも合うっていう、うん、いうような感じやから。一回ちょっと着てみて。ヤンキー漫画っぽいな。ヤンキー漫画でこんなんあるってことはさ、結局はあの学生やん。大人ではない。まさに思うわ。まあ普通のシャツやんな、うん、でスニーカーもな、この、ハイテックっていうスニーカーどうですかって言ってもらっていろいろ履いてみてんけど、もう俺サイズがそもそも合ってないね。これ28やねんけど、イギリスの28やから大きい。大きいのよ。ああ、そうだね。1センチは大きい。ほら、ほんまやな、だいぶ大きいな。うん、だから27買っとけばよかった。普段28履いてる人は27ぐらいで、1センチぐらいちっちゃくても全然いいと思う。うん、だからそれのおかげで履き心地分からんのよ。うん、でかすぎて、こう見てパカパカしてんのよ。ほんまやな。ただこのソールとか見てるとちょっとなんていうの、うん、こう丸みを見てとか、まあうん、これ値段もそんな高ないのに防水やし。うん、あ、防水なんや。そう、8000円かな。キャンパス生地っぽいけどな。あのコットンのな、そういう防水がイギリスにあんねん。あ、そうなんや。中、うん、ちょっとメッシュ風になってる。でそれが採用されてるっていう。もともとなんか軍をモチーフにしたかなんかって言ったけど、サイズだけはちょっと気をつけた方がいい。あ、そうね。実体験は語る。もう高いの残されてますよ。あなたがみたいな7万ですか、それとも5万のロンティですか。5万のロンティもすごいよね。けど7万の T シャツはすごいよね。これ一回さ、その上から着てみ、はい、あのこれ脱いで着てみ。これもう完全に野球のシャカシャカやから。野球やろ。野球の時あったよね、うん、これ。アンダーシャツじゃなくてアンダーシャツの上に着るやつ。そう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 。いや、冬寒いな。ジャンパーじゃなくて、そう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 、うん、ランニング行く時にちょっとナイキのとかアディダスとかこう着るんですね。サッカーの人とかもこんなん着るよね、多分。ああ、着てる着てる、ね、だからこのレビュー動画作る時用途めっちゃ難しかった。まあ分析でも言われたけど、喋、うん、りにくそうやったなって言われたけど、喋、うん、りにくかった。だって使う機会あんまなくない。うん、何で使うっていう感じ。なんかチャリンコ乗る時に使ったらいいんちゃいますとか今思ったのそれぐらい。ふと。でもな、チャリンコって暑いね。上けどそう、足を動かすから上はあんまりじゃない。いや、暑いよ。暑い、うん、着るタイミングが見えへんのよ、それ逆に。何を思ってこれをこんなあれにしてるの。わからん。そういうのも書いてなかったんや。書いてなかった。アー君のところにこう、こんなん思ってみたいな。なんかその機能は書いてある。防水で防風があってとかって。で、やけどストレッチ性があるから、ここニット素材使ってるから、うん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 、ここは伸びひんけど、こういう大事な伸ばすところとか脇のところはニット素材が伸びますよみたいな。なるほど。まあ書いてるから、まあそれは分かんないけど、どこで使うか全然分からない。だって裸足キャンプっていうわけでもなさそうやし、街中タウンユースっていうわけでもなさそうやし。ちょっと分からんのよ。そうやね。まあ一応そんな感じでした。はい。最後はジバンシいきますか。はい、これもうずっと嫁蔵に狙われてんのよ。ジバンシいらなくなったら私切るからねって言われてずっと下でも与えられてんだけど。なるほど。これが M サイズかなのジバンシです。着てみてください。はい、はい、という感じですけども、どうですか。ちょっと前見えなわからな、これ。別にさ、素材がどうのこうのっていうわけではなさそうね。ないないないね、うん、ちょっとペラペラって言ったらあれやけど、素材で言うたらそれこそこういう素材の方がいいで。さて、あ、いいやろ。そうやね。これバーダーってやつやんだけど、これサンスペル。はい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 。あ、気持ちいいね。うん、これシーアランドコットン、ジョンスメドレー。ああ、そうやね。そう、やっぱ素材にこだわってるとことはちょっと全然違うみたいな。オーラリ、うん、オーラリね。スフィンクスコットン言ってたね。まあこのこういう上質コットンの比較は以前動画出してるんで見てもらったらいいかなと思うんですけど、だからまあこれこそ原材料で言うとそんなにかなと思う、うん、ほんまにブランド名で売ってるというか、うん、原価で言うと1万はいってないな。あ、まあ、どうやっても1万はいってない。ほんまに名前書いてあるだけっていう感じでね。うん、まあそれはユニクロとかに比べたらいいけど、うん、まあそういうある程度の価格1万とか1万5000、うん、2万してくるような T シャツ比べると、そうやね、これ7万してんのに、まあ、そんなレベルじゃないっていう、うんうん、まあ素材で売ってる方とブランドとして売ってる方っていう。プラダもそうやねん。プラダの T シャツも10万円って、俺も買おうか迷っても手震えそうになったけど結構こっちしたけど、うん、プラダの方も同じような感じ、うん、すごい コットンがこだわってるって感じではない。柔らかいですよって言ってるけど、それは編み方で柔らかくしてるだけで、うん、素材がいいっていうわけじゃなかった。なるほど。まあかといってこの縫製がどうのこうのっていうわけでもないやろうしね、うん、
でリブが特別なんかって言ったらリブ別に特別でもないしって感じ、うんうん、だけどまあそういうのが好きっていう人いてるやん、ブランドが好きっていう人、うん、そんなの全然もあのいいかなと思うし、うん、それこそ今後俺らあのジルサンダーのパックティー紹介しようかって言ってるけど、うん、まあそんなんとかもどれぐらいの価格帯の原価で作ってるのかなとか、うん、まあそんな見てみたいし、でまあ6万のジルサンダーのこれジルサンダーって書いてるやつ俺はようそれは買われへんけど、うん、まあ視聴者さんでねそれでジム来てる人いてるけどもさ、うん、それは金持ちやからいいけども俺そんな金ないからあれやけど、まあそういうのはな余裕で買える人もいてるわけやから、うん、まあそういう人からしたら別にユニクロと比較する必要はないやんか、うん、全然どうですね、うんうん、まあそんな感じでした。だから動画ではないあの本客観的には言うけども、うん、まあ、自分が使うかって言ったら使わんな使わんなとか、あこれサイズちっちゃいなとかっていろいろ思うことあるわけよ。嫁ぞいけやなとか嫁ぞいけやなとかこれもここで紹介あと消化するとかなんか嫁といきやなみたいな感じであったりするんだけど、まあそんな感じでね、まあ今後のサイズ選びとかでもちょっとサイズちっちゃい方がいいですよとか、まあこういうのまた定期的にやりたいなと思うので、うん、一旦ある程度もグワッと買って紹介したなと思ったら、あ本音動画みたいな、うん、裏側みたいな、ね、そう、まあ酒飲みながらちょっと語るぐらいがほんまはちょうどいいんやけど、うん、まあこんな動画もね出していきたいなと思いますので、今日はこれで終わりにしたいなと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。